行くってことね。お前マスクみんなしてないな、うん、おひげんよう山ちゃんゆきです。今日おかげ横丁に来てます。今から食べ歩きしたいと思います。イエーイ。饅頭やって、この子あいき似てるの。さっきお前行け、お前行こうか。うわ、めっちゃ可愛い。可愛い。あ、後ろが犬になってる。めっちゃ可愛い。豚。大豚。絶対美味しい。山口だってさ。いや、伊勢神宮に来ました。今からお参りしたいと思います。水がきれい。きれい水。もう少し前行かないと。あ、ほら、お金が。お清め、お清め。はい、OK。清められました。あ、火落ちてしまった。木漏れ日がきれい。森、めっちゃ森、綺麗、綺麗な、うん、綺麗、本当綺麗よな。やっぱり伊勢神宮ってなんか人は違うな。見てこれ、でかすぎ、何百年。わかる、このでかさ。でかすぎ、でかすぎ。でかめっちゃでか。前になんかおってんけど、あ、あれあれあれ、あの子、これ完全に日の丸の子やな。見える？やばい、あれ見ようとかな。そうかな、めっちゃくっついてる。イエーイ、鯉です。これが噂の錦鯉。めっちゃでかいです。美しいわ、山々の中に日の丸って。かっこいい。もう3時ですな。ということで、お腹の虫が鳴いてきたということで、食べ歩き開始です。じゃーん、牡蠣とサザエと食べようかなと思います。2番でお待ちのお客様。ねえ、素材が来たぜ。じゃんじゃんじゃん。もうちょっと見えにくいけど、写真撮る？写真は任せるやつ。ちぐちぐ。美味しそう。いただきます。
しい。柔らか？プリプリ。上手。食べてみます。美味しい。おはようございます。すごいな、綺麗だね、めっちゃ。ありがとうございました。ありがとうございます。今日もいただきますね。おいしい。あ、めっちゃ海苔の味する。海苔。看板がいいわ。お土産屋さんかな。なんかいつも食べてるかもしれないけど、メンチカツ。なんかチーズがいい。メンチカツ。一個でいい？うん、一個でいい。青さクリームコロッケとかもある。コロッケ。あ、これ一つくらい。またコロッケ頼んじゃった。じゃーん、メンチカツ。コロッケどうぞ。いただきます。赤。めっちゃチーズ溢れてきた。おいしい。もう一個。チーズドロドロ、めっちゃおいしい。これおいしいわ。テレビでも紹介されるぐらいある。おいしいやろ。超おいしい。これやから多分やる気はやめられない。うーわ、これなんか伸びる系じゃなくてトロトロ系やな、うん、湧き出てくる感じな。あ、なんかめっちゃあったかい。ハーフにしました。きな粉と抹茶です。いただきます。じゃあ私はお抹茶からいきたい。いただきます。これやばい、めっちゃおいしい。これやばい。もう一回食べていい？喉詰まる。きな粉やばい。うん、うん、もちがもちもち。茹でてるからがめっちゃあったかいしな。もう、うん、うん、ちょっとびっくりした。それは並ぶな。ありがとうございます。わーい、明太マヨだってさ。おかきやって、おかき、濡れおかき、明太マヨにしました。いただきます。うわ、やべやべ。うん、うん、うん、マヨネーズが美味しい。いける口。ごちそうさまでした。エビマヨかエビチリか。じゃーん。レモンの味がする。めっちゃでかいやん。唐揚げです。でかすぎ。いただきます。あく、おいしい。すごい唐揚げ。うん、やばっ、おいしい。面白いことに、山口さんのところのお店ありますよね。はい、皆さん見えますね。その横をずっと行きます。そしたらちょっと見えてきますのが、山村牛乳、どういうことでしょうか。隣同士のお店でございました。ありがとうございました。なんとなんと山村牛乳さん大正8年やってて、すごい。かわいい創業が。地ビール買いました。いただきます。
なんかお花の味がする。お花の味がしました。美味しい。美味しい。お店の人めっちゃ優しかったで、開けますか？せーの。開けてください。言って。いろいろ種類あって分からんかったけど、緑にしてみましたけど、美味しいです。川、川、川。川りん。ここも、足引っ掛けたら終わりやん。出るけど、ここが赤福の本店です。前に食べたことあってめっちゃ美味しいやな。あんこが自然やな。風がだんだん強くなってきてる。飲んだよ。焼き栗充電がなくなりそう。じゃん。すごっ。すごっ。油飛び出た。はい、ということでおかげ横丁の旅歩き、もうめっちゃ美味しかったです。ちょっとお腹いっぱいになったんですけど、今日はあやけの誕生日ということで、夜は焼肉食べたいと思います。いや気分が変わるかもしれへんけど、じゃあ夜までバイバイ。じゃーん、クリでーす。なんかすごい広いな。栗食べます。え、めっちゃ美味しいな。甘い。グッツグッツ。めっちゃ美味しそう。これ後で俺1個かぶりついていい？いいよ。かぶりついていい。私は多分1人も結構食べれるタイプなんで、まあ、その分脂肪にもなるけど、ミジクみたいなエビってもうわかる。エビも1個間違えちゃう。ミジク全部。あ、でもいけるわ。あと1匹ちょうだい。その1匹。